はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はですね、改造してみよう USB ライターいうんでね、ちょっと説明がね、ちょっと忘れておったことがあったんでね、補足説明編でね、ちょっとご紹介しますね。でね、加工はね、もう一つあったんですよね。というのはね、これ前面にこの LED のね、光がね、出てくるんで、これね、出てくるんで、このカバーをね、カバーを、あれ、抜いておくれ、抜いた。ここの部分ですね、LED の、光がね、出るところ、ここをね、カバーをね、ニッパなんかでこう、ちょっとカバー、加工してね、穴開けてくださいね、ここね。それとね、あとね、電圧に関してなんですけどね、これ小圧かかってなかったんでね、ここ 3V、3V、あ、ごめんなさい、3.7V がね、かかってるんでね。で、この白の LED のね、帯電圧がね、3V 低角なんですよ。で、さっきね、実験した 4.3V ぐらいまではな、耐えれたんでね、十分 3.7V でね、いけると思うんでね、いうことで、以上ちょっとね、説明し忘れとったんで、補足説明いたします。以上になります。ありがとうございました。失礼します。